すでにね、目の前にはね、これだけのね、料理が並んでるわけですよ。俺出てくる前にテレビで納豆の特集やってたのよ。いや、納豆で出たのもてか、もう納豆どころでね、ほら。いや、これね、もうスタッフドンとタッチです。スタッフドンとタッチ。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、どっかでお会いしたことある？あら、まだそうやって。ないです。ね、一方的に睨んでるかもしれないんだから、あなたはいろんなことしてるかもしれないから、あなたは。あ、ゆったやすまでーす、はい、はい、おいしい、うまい、あ、さあ今回はですね、うん、まあ、秋でございます。秋というといろんなね、はい、ことがあります。いろんな代名詞にされますけども、うん、今回はある意味あの開封シリーズの続編といっても過言ではない。食欲の秋、はい、ご覧ください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。秋ですね。秋です。はい。ね、すっかり秋だな。うん。気がつけばね、もうバリトンさんの日焼けもですね。落ち着きました。うん、ここを除いては。お腹はまだちょっとね、腹黒い。腹黒い。腹黒さはそれも変わってない。はい。ね。まあ今日はあの旬の果実を、はい、果実。もぐ。借りに行きたいと思います。もう借りに、やっぱり借りってあんまりいい表現じゃないですか、うんうん、収穫借りって収穫しに収穫もぐもぐあ、モギングモギトリング旬の果実を、はい、モギトリングで、はい、モギトリング、はい、え、ちなみに旬の果実って今何なんですか。こっちからね、振ってくる。そうそうそう、最高、汗だなしてる。旬のと、なんだろう、梨とか、なんだろう。あ、でもね、ほら、ね、これからもぐものにしてみればね、なんか面白いものを用意してるかもしれない。通常で言ったら梨とか、ああいうものなんでしょうね。洋梨食いでな。あ、いいっすね。仏様さんがやってたの食いでな。仏様さん。3日暮れしたやつの、ね、食いでな。あなた、あの何日か経ったら好きですよね、うん、カレーとかね、はい、なんかいろいろね。はい、はい、まあ、おいおい、はい、わかりました。見つけていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、だんだんおそらく現場にね、うん、近づいてるかと思いますが、七号線は今西目付近ですよ。はい、はい、まあ、秋の、まあ、果実狩りと書いてモギトリングと読みます。モギトリング、モギトリング、まあ、いずれこの音符はね、鳩の歌なので。あ、マジですか。マジで。いや、すごい、知らない。だったらすごいっすよ。すごい、ポポポポってね。さあ、ここをめくれば、めくると何をね、もぐかっていうのが分かるんですけども、うん、はい、じゃあ早速、はい、じゃあ巡ってください、はい、お願いします。次のモニトリング現場、これじゃららら、ドミドミドミ、ドミって何すか。聞いたことある俺。ドミドミ、あのね、はい、グミの新鮮だって。いや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 、それは聞いたことないと思います。ドミ、うん、ドミ、ドミです。果物、果実です。果実です。それ食べれる、はい、ドミ狩りとか何どっかで流行してるの。これから流行らせていく。いずれ喜多方町に、うん、なってるんですね。はい、はい、ドミ。さて、はいはい、喜多方のですね、うん、ちょっと国道から少しこう脇に上がってきた、うん、そこに七号線見えますね。はい、見えますけども、はい、ところにですね、はい、あるということで、はい、なんともうすでに、ドミ狩り名人。ドミ狩りの達人がいらっしゃいますんでね、ちょっとあのどんなもんなのか、はい、とても果物があるような雰囲気では果実は、ないんですけども。おはようございます。どうも、すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく、はい、お願いします。すいません、あのですね、ドミを探してみて。ドミって何ですか。ドミ、ゾミゾミゾミ、ソンゾミって言うんだね。ソンゾミって本来の名前。ソンゾミ、ソンゾミ、これ、うん、10月の半詰め頃にあったらもっと赤くなるので、はい、ここ全部ハサミで持っていって、はい、このままもう焼酎に漬け込んで。やっぱり焼酎だ。持ってくれたかな。いやいやいや、焼酎で漬け込むんだ。やっぱ存存日酒できるわけですな。そうすると、うん、真っ赤なあの酒ができます。一周持ってこようと思ったら全部飲んでしまってます。あ、なんか、ちょっとさ、いやいや、あの、直前一周で。もうちょっとなんですよ、だから。もうちょっとなんだ。中島の方に行けばね、もっと完熟したのはありました。血の音へ、ちょっと血のことで様子見に行った時、戻ってくる時、うん、ちょっと、うん、
ちょっとね、まだね、果肉っぽい、しっかめはあるっすな。でも、これお酒以外には何かあるんですか？あとね、マークすれば、完熟すればジャム、ウランゴスしてジャムもできるんだけど、赤いジャムね。だ熟せば甘くなりそうなんですね。甘くなります。あ、非常にあれですよ、ゾミね。ソンゾーミー、ソンゾーミー、本来の学術的なものはまだ、まだあります。ガマズミ、ガマズミ、ガマズミが、ソンゾーミーとかいろいろな名前あるんですよ、そこそこの。あ、でも我々はドミって聞いてきたんですけど、ドミ、うん、分かった。じゃあ、うちのディレクターが電話口でドミって聞こえたんだと思います。なるほどね。また、ドミでも我々はドミ、あやふやな仕事してるな、ね、わざわざフリップまで書いてね、ドミじゃないってこと、ゾミだ、ゾミだったっていうことでね。電話越しではやっぱり気をつけた方が、電話越しだもんね、シャバダバもサバラバオなるほどね。ほんね、パリトン伊藤だから、ほんとね、そうなっちゃったね。いやいや、なんか確かにそのさて、今日はこちらのご紹介です。高いところに実がなっていると、はい、なかなか人間の手では届かない場所があるものですが、そうですね、今日はですね、こちらの商品、はい、高枝切りわさび、はいはい、これをですね、ひょいと上に伸ばすことで、はい、今まで手にできなかった果実、はい、そういったものがですね、即座にゲットできるという、届かなそうですね。不安定です。そうです、そうです、もうちょっと上、それだ、はい、ガチャッ、ガチャッ、サルナシ、サルのナシ、はい、ほら、あー、ちょっとこれ中身がキウイみたいな、ね、これをじゃあ、それ丸ごと食べれるんですか？食べられます。え、今食べれるんですか？食べてみてください。食べるのは俺の役目なんだべな。あったあったあった、セルフ剤ですので、あ、え、ペタペタ。失礼しまして。これポリッと食べてもいいの？いただきます。こんな硬いか。こんな硬いな。いまいち硬い。お茶、じゃあ、あら、早い、早いな。いくらなんでも。まだ硬い、柔らかい。あ、でも、キウイみたいな。本当中身キウイみたい。うん、でもね、なんか。旨味もあるけども、うん、まだ完熟してないから、うん、ちょっとつぶい、青いですね、はい、つぶいですよ、うん、お、そんで届かねえすの、届かねえな、わあ、なんか粒も大きい感じする、粒も大きい感じする、ねえ、すごい、あら、まあ、ね、夫婦愛はね。違うね、葉っぱ違うな、うん、ああ、何の実だろう、うん、甘い、うん、そう、うん、これ塗ってない、うん、塗ってない、赤いところ、だってここ赤いところから取ればわかるじゃん、うん、あれ、そうだ、あ、見た目すんごい ね、 そ う、 ね、うまそうなね、そう、でもなんですけど、見た目がいいものほどちょっとね、うん、後から大変なことになれば大変だよ、そう、綺麗なバラにはトゲがね。ねえ。いいよ、これはまずいいよ。これちょっと調べてみよう。ズミっちゅうのもあるっすな。これズミっちゅうのもあるね。でもズミじゃないんだよね。ズミじゃないんだよね。ズミもあるし、ゾミもあるけども、やっぱりドミはね。ドミはね。これドミだ。これドミだ。ドミにしようか。ドミにしようか。さあ、盛り上がってまいりました。いやあれ、北方で、何でしたっけ、ドミと呼ばれた、ドミでなくてゾミ、ゾミだったやつね、ゾミ、まあフリップのね、意味願ったんですけど、ね、さっきは ね、大きく間違ってましたけども、はい、思い出した、俺、何すか、これ出てくるの、出てくる時の曲、ジングル、何すか、チャチャラチャ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 ン、あったな、それだな、思い出しただよね、でよく見ればね、透けてるんですけどね、あ、そうなんすか、見ないでください、まだ透けてないですけど、はい、続いて秋の、まあ、秋田市郊外、はい、二別方面に、太平二別方面、
あ、二別方面ね、はい、今イギリス方面って聞こえましたよ。はい、こちらが秋の、果実狩りということで、はい、次の場所、はい、こちらです。いきますよ、何でしょうか、次。じゃん、ここ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 、あ、ニワトリだぞ、ここ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 れはココナッツにかけた、今度は南国の雰囲気なんでしょうかね、これね。本当にココなんでしょうね。ココと呼ばれるものそれ電話で聞きました。電話で、あ、それは違う、ま、違うね、ああ、なんか桃とかじゃないですか。コッコ、コッコ、モッコとか、モッコ、ねえ、うん、ああモッコ。さて、秋田市のですね、うん、二別の近くですか、ですか、その付近なんですけども、はい、あの果樹園さんにも宮原果樹園、はい、こちらの方にそのいわゆるココと呼ばれるココおー、びっくりした果実があるということで、あ、どうもー、あ、終わりました。あ、じゃあ今お邪魔します。もうね、呼んでくれてるんですよ。ごめんなさい、なんか約束の時間が遅くなって、すいません。もうちょっと、もうちょっと、仕事制限だけ待ってるんだよ。すいません、忙しいんだもんな。忙しいさあ、さあ、あ、仕事なるすぎか、ね、こんなのがいいんだっけ。 ありがとうございます。すいません、いただきます。あ、はい、うわ、美味しそう。美味しいんだよね、みずみずしい。今剥いたんだね。そうそうそう、剥かない、後から何本美味しい。うん、美味しいべ、うめ、ほれ、早く早く、いただきます。うん、うめ、うめ、うん、パテに行けば、うん、やです、4年だっけか。うめ、皮かけだしたし、うん、いや、あと看護で食ってらっしゃる。うん、だんだん、なんともね、なんともね、なんともね、我々ね、うん、今日午前中、うん、秋のね、この、うん、あの果実取りっていうことでね、北方瀬行って、うん、あの、ソンゾンミっていう、うん、木の実、うんうんうん、分かるっすか、ソンゾンミ、ソンゾンミなんて、うん、なんかね、ちっちゃくてね、うん、真っ赤でプツプツっとしたやつね、うん、それ何が食べるんでいいの。うん、食べるんでいいのってね、それ、うん、まだちょっとまだ売れてなくてね、うん、ちょっと透けがったのね、お下げにしたりする、うん、あれみたいですけど、うんうんうん、でもこれ甘くてめん、そのソンゾンミのスカメみんなの忘れてくれ。、うん、美味しいっす。俺のまずポポ見れ、うん、ポポ、あ、な、な、なにポポ、え、あ、我々ここさ、ココ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 ってありますかね、アゲベミデンなの。アゲベミデン、ああ、おるおるおる、うん、ココはポーポ、ポポ、ポポ、んポーポ、なんだよ、ポポ、ポポ、ポポ、うん、ポポっていうの、あら、アゲベミデンだべ。Okay, じゃあこれでねっす、我々ココ探しに行く。ココは俺ポポって言ったんだよ、前から。この男がまたね、さっきも間違ってね、うん、今度ココだ、ココは間違いないよって言ってね、ポポ、ポポ今あの食べれるものってあるんですか。ポポ、うん、ポポ食べられないまだ。食べてんの？うん、いや、うん、あの一応番組のその趣旨というか、うん、まあか、いいか。いや、赤さん、ナス、うめ、ほんとうめ。めべ？うん、うん、まっとけ。うん、もっと食いたい。プリン。え？プリン。プリン。プラムでね。プラム？プラムって言うんだ、バリア。わからないんだ。これ何しっけ、これ。ほんとね。とどのつまりはね、なし。困ったことがあればなしけ。もうかまどこさへり。ほんとですね。こさへり。こさへりって。いつまでそのかまどさへり。おしゃくよ。なんだよ、ババになる。80になる、ババ。お母さん80なんの？ああ。髪染みて真っ黒やん。あんた方来てたから髪染みたんだよ。ほら、若々しくて。うん。おがちから来て、うん、そのおがちの平川のリンゴをイメージしてなんかあれしたんですか？自分の時間にもほら、リンゴ作ってるべ。うん。だからこさ来て、うん。中山と2人して。この山買ったの？リンゴ買ってあげたんだもん。
もらったの、うんうん、もらったこの、この山みんな管理するっていうここはあのプリンの畑、うん、ここは止めてもいいよ、はい、プリンの畑クリ、クリも少し、クリ探す行こうかじゃあ先のクリ先の、うんうん、一番戻すいいから、うんうん、オープンあ、でも落ちてるっすもんねおおどうもですこれ住みたいのマンズ、そしたら大きいってや仕事なかったもんな入って、そしたら大きいって仕事なかったのほらこっちゃん、上がってけこれ一発で、ほらほらほらお前、フェルイって、ほら、そしたら置いていいよフェルイって、やった仕事なさねえったってから忘れたな、罠なんだこらこら、見てこらこら、そこそこ固まってるほらフェルイって、ほらまたババアな、寝たことないんだよ人間、ショーンズ君だからなおめえな、俺をフェルイってくらいいわなうん、終わりタヌキとか？なんだっけ？あの草のぶって。リス？リス？あ、リス？うん、あら大きな栗とリスの歌。ほら。あ、リス。リス食ったんだ。あら。うん。草上がってて。まさに大きな栗とリスの歌。こんばんは。あ、桃、食ってもいいの？いいえ、このままでいいの？いただきます。うんめ最高な。もいい？うん。いや、皮も出ちゃった。まだ。いいよ、皮いいよあるんだって。うん。何でも皮かけてんだよ。最高。ケッツこれ。あ、やっぱりプルーンかな。プルーンだ。ね。あ、スモモめったなって言ってたからヘッチだ。お。紫だと美味しいのこれ、うん、表面の白いのこすればもうほら大丈夫何もしょんどくなんていつのかしゃねがらこれ皮むいて皮むかにこのまま食うのこのまま桃なんぎれなんぎれってうんこのままうめうめうめ我々はじゃあこの今日ねちょっといただいたりした果実を、はい、美味しくいただきたいと思います、うん、はい、はいでも来てた。はい。わかりました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ初めて来たんだもん。あ、そうですか。連絡してるんだもん。あ、どうもため。終われねえでいるっす。